金沢観音堂テレビジョン放送所地図、金沢観音堂テレビジョン放送所は、石川県を放送対象地域とするテレビジョン放送局が、金沢市観音堂町に設けている、石川県内向けテレビ放送の親局送信所である。送信等自体は、石川テレビ放送本社送信所とテレビ、金沢送信所の2等に分かれている。なお、本校では、 2016年6月30日にサービス終了したジャパンモバイルキャスティングの中継局についても合わせて記述する。なお、マルチメディア放送、アイディオの石川県内の送信書設置は未定。石川テレビなぁ。金沢市の実況天気2018年1月10日、落雷か石川テレビなどの放送一時中断北陸地方で。 公典 -asai.com2018 年1月10日22時43分、石川県内にテレビ局で、放送中断電波等から出火で、消火活動落雷が原因かスポーツ放置2018年1月10日22時5分、放送中断、番組の再放送は、未定、石川テレビ読売新聞2018年1月12日発行、同日閲覧。 放送中断十数時間に、日本経済新聞有刊、P10、主要な放送局の意味するところは、不明確。なお、改正放送法施行から平成28年度末までの間に、コミュニティ放送を除く親局の10時間以上の放送停止事故は4件報告されている。放送の停止事故の発生状況、総務省、2018年1月11日閲覧。 石川テレビなぁ。石川テレビと北陸放送、仮アンテナで放送を再開シュ a s イ h、AH、i c o m 2 0 1 8年1月11日11時12分、北陸放送、石川テレビ放送の放送局無線設備の変更を、許可臨機の措置で、送信空中線を変更、総務省2018年1月11日発行、同月12日閲覧。北陸放送、 石川テレビ放送の放送局の指定事項を変更臨機の措置で送信出力を増力。総務省2018年1月12日発行。同日閲覧。北陸放送。石川テレビ放送の無線設備の変更検査を実施から送信出力1ットの増力を確認。総務省2018年1月18日発行。同日閲覧。北陸放送。 石川テレビ放送に立ち入り検査を実施電波の強さが事故前と同レベルに回復したことを確認。総務省2018年8月1日発行。AB 携帯端末向けマルチメディア放送局の予備免許を交付。総務省北陸総合通信局。金沢送信省の出券電波発射。 japanmobilecasting2012 年10月29日リリース http://info.notb.jp://2015/11/27/1197.html://http://k-tai.impress.co.jp://docs/news//2015/112773 万2500 597HTML ありがとうございます。